こんにちは、ケンです。アミです。はい、本日は、トレック改造計画2日目になります。で、前回の動画の続きにはなるんですけども、主に内容としてはブレーキの取り外し、サドルの取り外し、シートポストの取り外し、 STI レバーの取り外しになります。はい、最後まで見ていただけたら幸いです。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、まずはブレーキの取り外しからやっていきたいと思います。今回はマミに作業してもらいます。頑張ります。はい、じゃあまずリアブレーキから、外したいと思います。で、コメントでいただいたんですけど、今回からこのように、これでちょっと見やすいかな、うん、背景をちょっと真っ白にしてみました。はい、はい、で、まずここですね。そう、はい、こうかな、うん、で、長いやつで、うん、くるくる、おで、外れました。はい、はい、次ワイヤーを切ってください。これを切ればいい、うん、ここで、うん、プッツン、プッツン、カット、むきし、かっとい、はい、切れました、はい、じゃあこのワイヤー抜いてください。これね、これをこう、うん、はい、 OK です。はい、フロントも同じようにしてください。このワイヤーをまず、うん、こうか、あ、取れた、うん、ワイヤー切って抜いてください、うん、はい、はい、抜けました、はい、続いてリアブレーキを外します。基本左回り、ちゃんと奥まで刺して回すと、確かに長い方で回すと、で、回すときにブレーキも押さえて落ちしるからね。うん、で、ピンが入ってるからそれも抜いて、これこれ、下に抜く、下に、はい、はい、取れました。はい、フロントブレーキ外してきます。最初もたんでいい、こうやね、半時計回り、硬いですね。変わります。はい、取れました。で、ピンを抜きますかね。取れました、うん、見てください、結構汚れが溜まってますね。砂とかが入ってますね。錆びてる？うん、錆もちょっと発生してます。後で掃除したいと思います。はい、外した各ケーブル類には
後で長さを参考にするために、一応付箋を貼っております。はい、はい、フロントブレーキのワイヤーから引き抜きたいと思います。ここにありますね、これ。いけました。なんか変色してますね。はい、リアディレイラーのワイヤーを取りたいと思います。はい、外れました。はい、続いて左側の STI レバーのブレーキケーブルも外してきます。はい、外れました。はい、続いてリアディレイラーの、インナーケーブルを外したいと思います。ちょっとここ撮影では映してなかったんですけど、だいぶ私たち苦労しまして、本の通り読み上げますと、シフターがトップに変速されていないと、この太鼓が、ブラケットから外れないので、ここについては、苦労しました。要注意です。要注意というか、参考になればと。で、これも抜いていきます。はい、抜きました。はい、STI レバーを外していきます。はい、外れました。はい、同じく外していきます。ざっと、はい、外れました。こんな感じなんですね、裏側。はい、ティア裏。はい、続いてサドルを外したいと思います。トレックの油はこことここにボルトがあります。はい、シートポスターここです。はい、今7ニュートンで締めてますね。はい、ここまででいいかな。で、
はい、とりあえず分解できました。ハンドル周りはちょっとこのまま使うので、ハンドルとフォークは外さずに取っておいたんですけど、もうほとんど分解しました。いや大変だったけど、組み立てはもっと大変だと思う。知識が必要ですね、うん、そうだね。特にブレーキ周りとかクランクのとことか危ないね。慎重にやりたいと思います。はい。で、まあ、前回コメントあったようにチェーン11速のやつを新しく買います。使えんのかい。いや僕も忘れてました。はい、使えないですね。確かにコメントいただいた方本当にありがとうございます。危うく使うとこでした。10速用のやつを使うとこでした。うん、危なかった危なかった。他にもいろいろ勉強になることを、ね、うんコメントくださって、はい、いろいろコメントいただいて非常に参考になりました。で、組み立て編に関しては、しっかり勉強してから時間をかけてやっていきたいと思いますので、またそのこのシリーズの動画更新は少し後になると思います。はい、お互い時間作ってまずは勉強してから、組み立てをしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日は以上になります。バイバーイ。バイバーイ。